鈴木あぐりさんは、あぐりさんはそうですね、BAR ホンダ前、ジェンソンバトン母国凱旋、そしてタクマ第二の故郷に帰ってきたということでピット前に行ってもらっています。あぐりさん。はい、今ね、予選を前にして緊張感高まる、BAR ホンダ、ピット前にいます。今回はね、BR ホンダとしてもイギリス地元グランプリ、まあ、凱旋ということでね、かなり気合が入ってます。バトン選手もね、まあ、特別のグランプリということで、今回頑張ってもらいたいと思いますけれども、昨日ね、佐藤拓磨選手の方は少し電気系のトラブルが出て、十分走れなかったんですけども、今日の午前中、かなりね、いい感触をつかんだようです。まあ、これからね、午後どういう予選になるか分かんないんですけれども、この BR ホンダ、そして佐藤拓磨選手、バトン、頑張ってもらいたいものです。ということで、ピットの方からは以上です。手応えも感じてるんで、前回、まあ、決勝でちょっと最後ね、まあ、ポイントは取れなかったんで、まあ、今回こそは今季初のね、ポイントを獲得したいと思ってます。まあ、自分にとってはもう本当それこそ第二の母国グランプリみたいな感じがするんで、サポートを受けつつ、まあ、精一杯の走りをしたいです。We've got to think positive, and I think that we can challenge the Renaults. I think the McLarens might be a little bit more difficult, but yeah, the Renaults and the Ferraris are going to be, you know, it's going to be fun to actually challenge them this weekend. まあ、もともとバトンのね、母国だし、タグマが育ったとこだから、フランス、イギリスとこう、まあ、ポンポンってしてますから、まあ、頑張りますよ、それはね。まず今宮さん。はい。ちょっと晴れてきましたよね。そうですね、先ほどのフリー走行4回目が終わる頃ですね、11時前ぐらいから青空が、雲の間から出てきて、今はかなり明るくなって気温も上がってきてますね。昨日よりも温度は上昇していると思います。はい、こうして本当に天候が青空で、今路面温度も33度 FIA 表示上がってきましたので、ちょっと午前中とは、温度コンディションが変わっています。はい、そして河合さん。はい、その路面温度が低かったという部分も含めて各チームのタイヤチョイス、まあ、難しかったとも思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、まだこれは確認取れてはいないんですけれども、フェラーリがハート、そして他のブリヂストン勢は、ソフトって言い方をしていいんだと思うんですけれども、はい、なんかあまり差がないらしいんですが、はい、ソフトという言い方をしていいと思います。今現地の音声が途切れている状態です。大変失礼いたしました。さあ、そして現地ともう一度つながったようです。河合さん。はい。あ、すいません、途中になってしまいましたが、はい、ミシュランのタイヤです。簡単に言いますとですね、はい、ミシュランの方はですね、ほぼ全員がだからソフト側を選んでて、ラルシューマッハだけが、ハードを選んでますね。はい、だからトヨタ勢としては今年初めて2人のドライバーのタイヤが分かれることになりました。なるほど。まあ、どちらにせよですね、アウトラップ相当ハードに攻めないとフロントの熱が入らないなと、皆さん高速コーナーでずっとアンダーして訴えてますから。はい。まあ、ジョーダンチームはこのミナーリに、ここ地元ですからね、勝たないといけないんですけれども、まあ、土曜日になってジョーダンの方がタイムが出てきましたよね。昨日はかなりミナーリに組み込まれてましたからね、ジョーダン。アルバスがいいですよね、昨日から。昨日は17位というポジションまでフリー走行、クリスチャン・アルバース。ウォーミングアップ特性はジョーダンよりもミナーリの方がいい感じがありますよね。最近ここ数戦見てますよね、両方の車の対比で言いますと。はい、はい、ここは少しスタートにはみ出していきました。そしてここにも500メートル近いストレートがあります。最終区間へ、チームメイトフリーザッハに対してどうかというアルバースですが、やはりここでもフリーザッハを上回りそうなタイムで来ています。2秒3、
ただフリーザッハからは1秒早いですから、これはミナルディ、ね、チームクルからも拍手、はい、ポールストッタードも非常にこれは満足したようです。昨日からのアルバスの力は出たと思いますね、フリーザッハに比べれば、はい、さあそしてモントーヤ5番目ですからね、路面の状況とマシンの力とどちらがっていうことですよね。まあ、マクレーン比較的こういうダーティー路面の強いですけどね、でもやっぱ内圧上がってきてない感じしますよね、結構車スレスレボトミングですもんね。25秒3でセクター1通過。ちょっとこの25秒3というのはきついですね。ここフューレエフェクトが大きいサーキットなんで、長めの第一スタートを選ぼうと思うとそれは如実にタイムに現れちゃいますね。そうですね。ただそういった意味でだからフューレエフェクトが大きくタイヤの入力もでかいということで、実はピットストップ作戦としてはあんまりウィンドウがないんですよね、選びようが。作戦の幅としては各チーム少なくなるということですね。少ないですね、はい、1秒4。ただ対象がクリエンですからもう少しマージンが欲しいところでしょうか。ただ1分20秒382。そうですね、やはりセクター2、3という具合にどんどんタイヤがグリップ感が出てきてたんで、セクター3だけで言えば、はい、20秒360ですから、はい、ナレイン・カーティケアンからセカンドグループのタイムアタックが始まります。まだただここは彼よく知ってますから。そうですよね。初日からガンガン攻めてましたね。本当に思いっきりよく彼らしく。F3 自体はね、表彰台上がったこともありますし。はい。まあでも冗談とすれば早く EJ15B が欲しいでしょうね。まあ今回もドンボスが金曜日テストやってましたけれど、まだまだという感じがしますね。はい、B スペック、そのマシンの投入が待たれます、ジョーダン。まあ、ジョーダンもホームグランプリですからね、ここは。いや、ファクトリーがシルバーストーンから一番近い F1 のチームじゃないですか。はい、そしてイギリス F3 時代にこのシルバーストーンを走り慣れているナレン・カーティケアン。アンダーっぽいっていうのが出ちゃいますよね。そうですね、この辺りも、はい、だからこれをやはりもちろんこのタイヤで予選決勝ですから、ここでこれくらいはやむを得ない。これをだからいかに使い切ってうまく乗りこなして一発ずのタイムにつなげるかというのが今年の大きな意味での予選のドライビングのテーマですよね。はい、どうでしょうか、アルバースよりは上に来ることができるでしょうか、カーティケアン。そうですね、そうですね、アルバースの上4番手というカーティケアンのタイムアタックです。さあそしてこの後はタクマです。そうですね、アウトラップからセクタースリー20秒852ですから、はい、もうリミットというかもうフライングラップに近いペースで入ってきました。はい、十分にタイヤに熱を入れてという佐藤拓磨。どうですかね、25秒374モントーヤ。コンマ4秒遅れた。ただ昨日はね、午後
あの電装系が燃えちゃうトラブルがあって、ね、煙吹いてちょっと変な煙であれと思ったんですけどね、まあ、そのトラブルで走り込めなかった。ハンドリングももう一つ決まもう2つぐらい決まらなかった佐藤君でしたけど、はい、さあセクター2はここはコンマ1秒の遅れにとどめた、まずまずですね、はい、合計でコンマ5秒遅れています、はい、34秒台セクター2入りましたので、はいはい、なんとかモントーヤとこのぐらいの差で来てほしいというタクマ、うん、だんだん良くなってますけどね、はい、コンマ7秒の遅れにとどめてここまでで2番手。やはり逆に言うとセクター1の遅れが大きかったということになりますが、うん、そうですね、セクター2、3に関して言えばコンマ2弱ですから、そういう意味でセクター1が一番まあ大きかったという言い方にはなりますね、あれ、これはラミレスさんですか、古い2人が、はい、これはラミレスさんですか、ジョーラミレスです、はい、ね、ジョーラミレスの背中ですね、うん、で向こう側にはニールオートレイで、はい、まああの普段レースにあのもうラミレスさんはもちろん、4年ぐらいまでしたっけ、5年ぐらいまでしたっけ、引退しましたけれども、10台が走り終えて佐藤拓磨は2番手、モントーヤがトップタイム、この後はクルサード、バリチェロ、ビルヌーブ、ラルフ、フィジケラ、加谷さんどうぞ。ひょっとしたらこの車ってあのマクラレンみたいなあの角みたいなのついてくるんですか、次からどうなんでしょうか、なんかそれをやって、ね、そういう話があるんですか、はい、やってるような話があって、でシルバーストーンであの給油の練習の時にそれをやってたような話があったんで、うん、それをつけて給油の練習を、ほー、まあ、いろいろ空力をやってきますね、まああのうん、角っていうんですか、はい、マクラーレンのあれがだから実際どういう BR の007に対してどういう効果があるかないかっていうところをね、パッケージだけ真似ることはできるわけですけど、はい、ただウエットの時は第3セクター注目ですけどね、うん、他のコースに比べますとセクターごとのそのガソリン量反映というセクションをというのは特定するのはちょっと難しいかなって気がしますけど、はいはい、さあフェラーリですね、ブリヂストン、バリチェロから BS フェラーリ、ここは稼ぎたいですね、セクターは、まあ、バリチェロもミハイ・シューマッハもそうですけれども、早いアトラップでしたね、うん、飛ばしてきました、そうですね、25秒392はまずはいいタイムで入っていきました、はい、バリチェロと思います。ただ今週末、まあ、バリチェロだけじゃなくてミハイル・シューマッハの方も楽観的になれない、ワンラップのパフォーマンス、この前のマニク1週間前のマニクールではあった、うん、それにもかかわらずレースでペースがなかった、うん、これはね、やっぱりそれゆえにっていう言い方もできない、できるわけですから、それがね、まあ、でもブリストンもまた流れで新しいコンパウンド投入ですよね、はい、あの6月のちょろっとしたテストここであったんですけど、それとは全く違うコンパウンドですからね、ですから初めてですよね、ドライバーも使ってない、はい、テストもしてないという、シルバーストーン6月1、2、3、3日間のテスト以降のディベロップのタイヤ、うん、ちょっとでもセクター3ももう一つだったですかね、コンマ1秒遅れて入っていった最終区間ですが、さあモントーヤに届くかどうか、バリチェロは、うん、あセクター3で大きく遅れました、そうですね、今の、はい、インフィールドの細かいところが、まあ、BS フェラーリ強いところはね、もうあのセクター1高速 SG、はい、シュッシュッシュッっていうのがあって、インフィールドがというのが、まあ、傾向としてはあったんですが、この辺りから辺のからの顔ぶれがね、かなりモントーヤを脅かす可能性が高いですよね、おお、セクター3アウトラップベストですよ、あ本当ですか、ベストですよ、はい、モントーヤも早いですよ、23できましたね、もうそのぐらいじゃないとタイヤが温まらないと、はい、今かなりあの日差しも強くなっあの明るくなってきましたから、はい、ということはその前のアウトラップ状況はいいと思います、セクター2までにそれぐらいタイヤが温まってるってことですよね、まあ、状況も含めて、いい状況ですね、コンディションが、ここでマイナスです、はいはい、ようやくマイナス表示になりました、ジャンカルド・フィジケラ、ただほとんど差がありません、ルノーはもともとね、ここはあんま得意としない得意としないって言ったんですけど、でもうまく車仕上げてきてますよね、
C スペックは新しいエンジンになりましたね。はい、はい、アロンソは良くて表彰台、そんなコメントも残しましたが、どうしてどうして、まあ、インフィールドは攻められると思うんですけどね、ただザンカードはさっきコースサイド見てたところでスピンしましたね。あ、プラスになります。この先でデフィールドで、はい、はい、あ、また出ましたね。あっと、ここもスピンのあのアンダーがきちんとしたラインにはつけませんでした。ジャンカルのフィジケラ、これではモントーヤに届かない。それでも3番手佐藤拓磨の上に飛び込んできました。ジャンカルド・フィジケラ、フランスで520キロぐらい走ってるエンジンですね、うん、はい、で今日も予選っていうかフリー走行十分走ってますからね、はい、まあ、そして次のねドイツに、そうですね、ドイツハンガリーというか、ドイツハンガリーでニューエンジンパッケージ で入れてローテーションという考え方、はい、で結局なんでそれをしたいかっていうと、あのモンツァーとスパを組み合わせたくないんですよ。両方とも全開率のエンジンに厳しいスパとモンツァを、はい、で次で変えることによりそれが避けられるわけですね、イスタンブールとモンツァの組み合わせ、そうですね、はい、まあそれはあのそこまでに交換しないってことが条件ですけど、まあ、もちろんね、ローテーションノーマルローテーションでいけばというそっちを狙っての、まあ、かなりこのエンジン規定今年のねレギュレーションの中での、なんて言うんでしょうかね、トヨタの思い切ったっていうんでしょうかね、かなり深読みのエンジンローテーション戦略だと思いますね、はい、この3レース使うという、まああの距離は短いわけですけどね、アメリカが、さて100分の3秒です、その差はわずかです。はい、それだけアンダーっぽい車をうまくタイムアタックスに、なんて言うんでしょう、スピードアタックスがうまくこう使い切りますからね。はい、コンマ2秒です。このままですと2番手には当然飛び込んできますが、ここもやはりこれトゥルーリの腕の寄る部分も大きいんですかね、かなり。そうでしょうね、なんとか我慢してでももちろんバリチェロも腕がいいわけですけどね、はい、2番手に入ってきました、はい、しかもセクター3早かったですね、ペースですね、はい、この人の本当一発は見事ですよね、うん、まあでも本人は謙遜なのか、いやうちの国は一周は早いんだよって言い方ですけどね、はい、はい、さあバトンですね、バトンも先立つでアトラック20秒895で入ってきました、はい、まずはこのセクター1でのギャップコンマ1秒、これはタクマの時よりも少ないギャップです、うん、ここからタクマは早かったですから、はい、期待できます。ジェンソンバトン、命がない走りですよね。そうですね、マイナス表示に変わりました。モントヤのタイムを上回りました。さあそして最後の区間です。ただわずか100分の1秒、苦しいですね。ルフィードが最後でこのままリードを保つことができるか。バトン対モントヤはここでコンマ1秒、バトンが上に立ちます。ようやくモントヤのタイムを更新はジェンソンバトンです。やはりセクター2そしてセクター3、ここでの逆転となりました。そうですね、プライオリーブロックランズが思い切って入ってちょっとオーバースピード気味だった、その流れでもってルフィードの飛び込みが苦しかったと見えたんですけれどもね、うん、でもそのルフィードの立ち上がりからの
コントロールラインまでの加速はそんなに大きく影響させずに何とか持っていったって感じでしたね。はい、こうなってくるとのミハイル・シマハの出来が非常に興味深いですね。はい、もし今走ってますけれども、あまりタイムが良くなかったりするとライコネは落ちますから、はい、バトンがフロントローに並びますね。はい、最悪でもそうですよね。ミハイル・シマハ21秒3アウトラップセクタスリー、チームメイトバリチェロは今4番手です。ちょっといつもとライン違いますね、高速 S 陣。はい、去年のウィナーのミハエル・シューマッハ、うわー、1000分の1秒。どうだ、大丈夫でしょうね、あれはね。まあ、ロスはそんなになかったと思いますけどね。バイチェロの情報リレーでもってタイヤのピークを後半に持ってくるという感じだったんでしょうね。はい、セクター1よりも 2-3 バトンはセクター2非常に速かったんですが、ミハイル・シューマッハはどうでしょうか。うん、ここでコンマ5秒遅れています。あ、ダメだとなるとやはりバリチェロと同じぐらいのポジションということになるんでしょうか。そうですね、直前ぐらいかもしれないですけどね。セクター1は早かったミハエルですが、8番手はラルフの下。セクターがこれがもうバリチェロよりも、100分の5秒遅いんですか。はい、これは随分あの短い一般で遅れました。アウトラップのあの入りっていうのがちょっと考えすぎというか逆に出たというか、結局いい部分もセクター1のいい部分、まあ、バリチェロ良かったですよね。その部分がなしで 2-3 にかけたんだと想像されますけれども、はい、結果的にそれがいい方向には働かない走りを見る限りにおいてですけれども、特にセクター3はあんな走り方ではありませんでしたから、フリー走行のもっと、予選練習の時はもっとピシッとしたラインを取ってましたから、いい方向にはいかなかったのセクター3の速さとアウトラップの速さになりますが、ライコネンはコンマ4秒です。おー、驚異的、これは速い。それだけにあのトラブルが惜まれますね。そうですよね、これでポールということになると本当にこう悲しいポールポジションという感じがしますけれども、こういうのを見せつけられて、ね、本当もうみんな燃料どのくらい積んでるのかね、こう、ドキドキもんですよね、周りは。マニクルの件があるから、当然同じ作戦だとするとこっちの方が重いわけですからね。はい、みんなここ多分2ストップだと思うんですけどね。全然綺麗なステアリングワークですからね。はい、さあ、そして最終コーナーを立ち上がってきます。ライコネントップに立ちました。1分19秒台に入ってきました。ただ明日フロントローに立つことはありませんが、キミライコネンから、まあ、これが、今年のレギュレーションのバナですからね。はい、ただマシンの力というのは圧倒的に見せて、このアロンソにプレッシャーをかけます。ただ壊しちゃいけないということです、今年の。はい、本当に今頃ひょっとしたらマクラーレンもうちょっと燃料積んどくんだったら変態して、まあアロンソ次第ですけどね。はい、非常にマクラーレンはセクター1に速さがありましたが、対ライコネンではコンマ1秒プラス表示のフェルナンド・アロンソ。セクター2とセクター3はバトンの方がライコネンよりは速かった。さあ、ここからはルノーとの勝負になりますが、ルノーが、ね、セクター2はそれほど速くなかったですね、さっきの走行までは。ここでもマイナス表示、わずかに100分の1秒。勝負は最終区間です。
あ、ここでアロンソがトップに立ってポールポジション獲得。いや、アロンソ逆転です。いや、河合さん、はい、やはりこれルノー早かったですね。そうですね。でも結構中あの一番 理論に理想に忠実な作戦じゃないですかね、これね。おお、どうしますか。で、大体マシンのパフォーマンスぐらいずつにちょうど並んでますんで、まあフェラーリちょっとタイヤが違うんでそういう風な言い方はできないんですけれども、はい、まあ、出走順位はとりあえず、まあ、含みに入れてもこの今のちょっと上位からの勢力車のパフォーマンス順ぐらいに出てますよね。ここだから先ほど言ったように作戦的な、ウィンドウがちっちゃいんで、そういう意味では、こういう風に並ぶのがほぼ、いわゆる大どんでん返しがないんですね、予選で。はいはいはい。ということで結果おさらいしておきますと、アロンソが2戦連続のポールポジション、ダイコネン2番手ですが、明日は10グリッド降格、12番グリッドからのスタートになります。バトンが3位、モントーヤ、トゥルーリ、バリチェロが6位、佐藤拓磨は8位、そしてミハエル・シューマッハが10位です、去年のウィナー。そして11番手以下はご覧の通り、ウェバーが12位、そしてハイドフェルド14位ということで、ウィリアムズ勢は後方に沈んでいます。そして佐藤拓磨8番手、バトン3番手という BR ホンダ勢ですが、はい、そうですね、昨日の時よりもまあ良かいいのかなと、一発がありますよね、きちんとね、で、まあ、バトン、まあ、BR この前はちょっとね、拓磨君に対して極端なアグレッシブな作戦やらせてきましたけど、あんまりそんな極端なことやってないと思いますんで、これは明日非常に楽しみなレースですね。はい、ということで河合さんありがとうございました。また明日よろしくお願いいたします。はい。Race performance we looked not too bad, probably still not competitive but much better than what you see in qualifying. Yeah, I mean, I got it the 100% out of the car, but obviously I'm not really satisfied. Don't really enjoy the track. I don't know why. Don't ask me. But well, anyway, I'm happy with what I've done with the car balance, and I'm looking forward for tomorrow race. It's amazing. It is amazing. The last time I saw the crowds like this was when DC won in 2000, and I finished fifth in my first year here. So they've been awesome, and it's great to see so many Union Jacks around the place. And hopefully we can put on a good show tomorrow. I'm not going to promise anything, but hopefully we can have a good one. Podium would be nice. Podium would be great. I've never had a podium at Silverstone in Formula One, so that'd be fantastic. I think they are quite quick. I'm very, very happy for him because I know what his drive in a home Grand Prix like I did in Barcelona. And to get Jensen in the first row and hopefully tomorrow fight for the race, I think is the best news for all the English people. Also, because what happened in London in the last week, I think they deserve this big news.